俺たちのジャパンへようこそ。皆さんは SNS は利用されていますか？今は様々な SNS があり、全世界の人とつながることができるようになりましたね。ただ便利だからといって自分の気分次第で好き勝手に発信していては批判の的になりかねません。今回の主人公はそんな状況に巻き込まれた人物のお話です。俺の名前はトールだ。みんなは悪友と呼べるやつはいるかい？俺にはいる。悪友と思いながらもズルズルと付き合ってしまう。まあ似た者同士ってことなんだろうが、ちょっと前の話になるが聞いてくれ。俺はちょっと名の知れた日本の工場で働いていた。そうだな、働き始めて5年ほど経った時だったかな。中国に転勤の話が出た。正直気は向かなかったが、行くか辞めるかと上司が詰め寄ってきやがったんだ。ひどい話だよな。パワハラとはこういうことなんだろうが、同期連中がみんな断ったみたいで、俺が断ったら自分の立場が危うい状況だったらしい。その上司は尊敬とは程遠い存在だったが、こんな俺を面接して雇ってくれた恩がある。俺は中国行きを快諾した。これで借りはなしだ。俺は妙に義理がたいところがあった。そのおかげでいいことはあったかと言われるとあまりない。そんな役だ。思わず心の声が漏れてしまった。すまない。そんな中国で知り合った悪友がジンという中国人だった。一言で言うとひょうきんな男だ。社宅が同じで部屋が隣同士ということもあり、ジンは慣れ慣れしく俺に寄ってきた。仕事だけでなく、近くの美味しい店や可愛い店員が多い居酒屋など、俺の心がわかるかのように面倒を見てくれた。そんなジンが日本に興味があると知ったのは、日差しが刺さるある暑い夏の時期だった。日本って変わったかき氷があるんだろうとジン。ん？何のことだ？と俺は思って聞いてみた。いちごとかレモン、ブルーハワイのかき氷のことを言っていたらしい。縁日でよく売ってるやつだ。日本のかき氷は味は全部一緒なのに、香りと色でごまかして作ったものを売っていると皮肉も入った説明をしてきた。俺も正直初めて聞いた話だったので衝撃を受けたんだが、あまりいい気はしなかった。ジンは舌を出して見せて指差し、ここが赤になったり青になったりするんだろうとバカにするような言い方をしてきたからだ。そしてジンは日本に行って実際に実況風にして SNS で発信したいと言い出した。俺はジンに恩ができてる。世話になった以上断ることは性格上できない。今度の長期休みを利用して俺とジンは一緒に日本に行く約束を交わした。東京に着いた俺とジン。ジンは早速日本のエスカレーターに注目した。すごいな。綺麗に左側に整列してるな。右側が急いでいる人が通るわけか。追い越し車線みたいなもんか。と一人でブツブツ言いながら写真を撮って SNS に載せている。別にエスカレーターの利用は万国共通のような気がするが。俺が言うと、いや、日本はきちんとしすぎてるんだよな、という。まるで訓練されてるようだな。してるのか？とジンは聞いてきたが、俺は首を横に振った。エスカレーターに乗る訓練なんかするわけないだろう。次にジンが注目したのはトイレだ。まず便座の蓋が勝手に開いたことにびっくりしたようだ。日本のトイレは面白いな。この機能いるかなあ、トール。ジンは鼻で笑う。俺を歓迎してくれてありがとう。日本は夢の国だな。ジンは何がおかしいのか俺には理解できなかった。俺にとっては当たり前のことだが、ジンにとってはおかしなことなんだろう。だがこのイラつきはなんだ。日本人の律儀さや便利さを求めた努力の結晶をバカにされているようで腹が立つ。俺はジンと居酒屋に行き、浴びるように酒を飲んだ。少しでもイラつきを抑えようと必死になっていたんだ。本当は自宅にジンを連れて行く予定だったが、俺が酔いつぶれてしまったので近くのカプセルホテルに泊まることにした。しかしそこでもジンは噛みつくように言ってくる。おい、トール、テレビでポルノが見れるぜ。
いや別に見れてもいいだろう。下品だな日本人は、とでも言いたい感じの言い方が俺にはカチンときた。さあ日本の素晴らしさを SNS にあげたし寝るかな。ジンはそう言ってバカにしたポルノを少しだけ見て眠った。俺も酒が染みたせいもあり後を追うように睡魔に襲われた。次の日俺は二日酔いだった。まあ当然か。しかしジンは真っ青な顔をして携帯をチェックしていた。黙って携帯を見せてくるジン。そこには世界中からジンの投稿に対しての批判が多数書かれていた。エスカレーターできちんと並んでいるのは律儀な日本人らしいじゃない、何がいけないの。トイレの蓋が勝手に開くなんて便利じゃない、手が塞がってる時もあるでしょ、何がそんなにおかしいの。おかしいのはあなたの頭でしょ。ポルノがあってよかったな、どうせお前も見たんだろ。独身者単身者には貴重じゃないか、ホテルの気遣いだよ。他にも多数の書き込みがあったが落ち込んだジンの方が心配になった。まあとりあえずファーストフードで朝飯でも食うか。俺がそう言うとジンは返事をせず頭の動きだけで分かったと返事をした。街中に出てもジンの顔は真っ青だった。ふらふらと歩き通行人にもぶつかりながら歩くジン。ジンはあんなに調子に乗るから強そうに見えてたんだが、なんて打たれ弱いんだと俺は思ったよ。俺もいつもはスニーカーなんだが久しぶりの東京で背伸びしてしまい、履き慣れない革靴で来てしまったせいで足先が痛くなっていた。そんな時背後から声をかけられる。ちょっと君たちいいかな。振り返ると警官が二人立っていた。俺は焦った。おそらくジンが挙動不審に歩いていたから声をかけてきたんだろう。警官が俺たちに近づいてきた。うわー、ジンが叫んでその場から逃げ出した。俺も釣られて逃げる。足元がおぼつかないジンをあっさり追い越して俺は全力で走った。履き慣れない革靴の中で親指が痛んだ。それでも止まるわけにはいかない。俺はがむしゃらに走り続けた。東京の多くの通行人が俺の走りを妨げる。しかしそれは追う側にも言えることだ。いつの間にかジンの姿が見えない。捕まってしまったのだろうか。今まで部活動など運動というものからは程遠い生活をしていたらしいから、捕まったとしても何も不思議ではなかった。ん？俺はなんで逃げている？何も悪いことなどしていないではないか。そもそもなぜジンは逃げた？まさか批判のシャワーを浴び罪悪感に襲われ警官が捕まえに来たと誤解してしまった？俺はふと我に返り足を止め、痛む親指を気にしながらジンの元に戻った。するとジンが警官に頭を下げている姿が目に入ってきた。俺は駆け寄り警官に対して一緒に頭を下げた。俺はジンは初めて日本に来て動揺していたと説明したら分かってくれたようで、俺たちは解放された。ジンは反省したようで、俺に迷惑をかけた、日本をバカにしてすまなかったと俺にも頭を下げてきた。俺は分かればいいと一言だけ言ってジンを許した。ひどい目にあったがジンを日本に連れてきてよかったと思うことができた。縁日のかき氷の味って全部同じだったってショック。自動で便座が開くトイレは私も衝撃を受けたのを覚えているよ。ポルノは見たっていいだろ。ジンは日本に嫉妬していたのかもしれないね。ジンは批判の的にされてしまいましたが、私たちも自国以外の文化や習慣を違うと言ってバカにするんじゃなくて、なぜそうするのかと理解する気持ちが大切なのかもしれませんね。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタンシェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。